SMBC 日本シリーズ DNA ソフトバンク第2戦27日横浜 DNA のスタメンが発表された。前日26日の第1戦で9回に代打で安打を放った筒子義友外野手3-2が4番左翼、同じく前日に2安打1打点の活躍を見せた梶原幸喜外野手2-5が2番右翼で名を連ねた。 今季セリーグの首位打者に輝いたタイラー・オースティン内野手33はベンチ入りメンバーから外れた。DNA の先発メンバーは以下の通り。